ダイスは日本の5人組ダンスボーカルグループである。所属事務所は ABEX マネジメント。所属レーベルは ABEX トラックス。アーティスト名はダンスとサイコロのダイスを掛け合わせた造語でメンバー5人にファンを加えた6面でダイスが形成されるという意味を持っており、小文字で表記した AI には愛を持ったアーティストでありたいという願いが込められている。 ファンの名称は6面である。4オクターブのツインボーカルが特徴的である。2011年1月17日、グループ結成。当初はブラックアウトという名前で活動予定だったが、東日本大震災により停電という意味が含まれていることから解明。4月11日に渋谷の小さなクラブで活動を開始し、初ライブを東京。 渋谷ブエノスで行う。当時の持ち曲は、ニューデート、ツーザラストマンの2曲のみだった。2012年12月12日、ファーストミニアルバム、ダイスリリース。オリコンデイリーチャート15位、レコチョク着歌総合デイリー1位にチャートイン。2013年1月、初のワンマンツアー、ダイスライブツアー2013フェーズ0開催。6月5日、 インディーズファーストシングル、I'll Be Back リリース。オリコンウィークリーチャート14位、デイリーチャート最高位12位を獲得。インディーズアーティストでは、異例の2作連続、レコチョク着タ総合1位を獲得。7月11日、ダイスライブツアー2013フェーズ1、ツアーファイナルのゼップダイバーシティ東京での公演にて2014年のメジャーデビューすることを発表。 9月5日に配信されたユーストリーム番組ダイス TV にてユニバーサルシグマからデビューすることを発表し10月31日に配信されたユーストリーム番組ダイス TV にてメジャーデビューシングルの発売日が決定デビュー曲をファン投票によって決定するデビュー曲国民投票を実施11月9日オリコン主催のイベント オーコンサウンドブローイン2013オータムにて国民投票1位となったシャウトアイティアウトでのデビューを発表。2014年1月15日、ファーストシングルシャウトアイティアウトにてメジャーデビュー。オリコンウィークリーチャート4位にランクイン。1月18日、メジャーデビューを記念したショーケースライブダイスザショーケースライブが渋谷デュオミュージックエクスチェンジにて開催。 2014年4月2日、オフィシャルファンクラブ AAI を設立。10月15日、メジャーファーストアルバム、ファイトバックをリリース。オリコンデリーチャート1位にランクイン。同時に、ツアー映像を収録した DVD、ダイスライブツアー2013フェーズに発売。2015年3月2日、第29回日本ゴールドディスク大賞にて、ベスト5ニューアーティスト賞を受賞。 2017年1月17日、初の日本武道館での公演、ダイスフェーズ後ファイナルイン日本武道館を開催。2019年6月6日、初のベストアルバム、ダイスベストをリリース。同時に、ライブ DVD& ブルーレイ、ダイスフィフスアニバーサリーツアー、ベッドマイナスを発売。2020年6月27日、ユニバーサルシグマから、エーベックストラックスへの移籍を発表。 五感で感じるエンターテインメントをコンセプトに音楽で五感を体感する作品を6ヶ月連続でリリースすることを発表。2020年11月にドラマ極主不み地主題歌のシュトラスを配信限定でリリースし、2021年9月にストリーミング累計再生回数1億回を突破した。2021年8月16日に和田さ 8月18日に、工藤大輝の新型コロナウイルス感染を公表。和田は8月23日に、工藤は8月26日に活動再開を報告した。オリジナルアルバムベストアルバムアルバム配信シングル、個人での出演歴は各項目を参照。新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止。ありがとうございます。